あれです、解放すべきアバリティアです。ですわ、倒すだけでは。なんじゃ。静かに。それではアバリティア解放の儀を執り行います。時空に干渉し、アバリティアのねじれた因果を元に戻して解放したのです。ねじれた因果？アバリティアがどうやって生まれるかご存知ですか？あなた方は過去の自分に出会いました。その時にもし自分自身を殺してしまったら。なぬ？このわしが死ぬわけじゃから、未来では生きているわしは存在しなくなって、未来のわしが過去に戻ることはなくなるから、わしが未来のわしに殺されることはなくなり、過去のわしは無事生きていることになるが、そうすると未来からわしがわしを殺しにやってきて。今悩まれてる通り、多大な矛盾が発生します。そして解消できない矛盾は時空を歪ませる。その時空の歪みから生まれた存在、それがアバリティアなんです。なんと。この歪みを正せるのは特殊な生体エングラムを持つエーリンジェ様ただ一人。エーリンジェ様、やはりこの儀式は消耗が激しいですね。すみません、私たちは一足先に村に戻ります。そうするがよい。わしらも後で合流しよう。